後輩の子がね、こうカツガツ発言してくれたので、はい、なんとか、はい、無事終わってよかったなと思います。 MC よかったよ。本当ですか？本当に言ってる？大丈夫だった？ちょっとまあでもそうやっていただけるのがちょっと嬉しいですね。めちゃめちゃ緊張してたので、はい、意外に真面目な夢を。そうですね、意外にってすごいね、後輩から言われたんですけども、はい、まあそうですね、やるときはちゃんとやりますよ、もちろんやるときはちゃんとやるんですけどもみたいな。あんまりね、ああやってあの言われなさすぎて逆に、はい、ちょっと緊張しましたね。うん、 MC もしっかりしてたね、意外に意外にね、意外にやるときはやるよってところをちょっと見せれたんじゃないかなと思います営業妨害ですね。いやそんなことないですよ、そんなことはないですよ。やればできる子、ありがとうございます。イエイ。意外にマンゴーあ、西井美代ちゃんから怖がられてたね。そうなんですよ、多分まあそうですねまあ多分、まあ気も離れてるしね、あれだと思うんで、あんまりねお話ししたこともなかったので、でもちゃんとその後あの話しかけてくれて、はい、本当に仲良しになりましたので、ツイッター見た方は分かると思いますがそう、なんかね怖いっていう印象を最初つけられるらしいです。なんでだろう、なんでなんで、そっちの怖いじゃなくて変な意味、違う怖いってことかな、手の圧が怖いから怖すぎ、それこそ怖い。一番後輩やから舐められそうなのに、どういうことどういうことですかマシンガントークが怖いじゃん、そういうことかな、喋りすぎてて追いつかないみたいな。どうなんでしょうね、やべえの喋りの圧が強い、なるほど。ちょっとね、はい、ちょっと入れ替えますね、ちゃんと気持ちを入れ替えますって言って永遠に誰も追いつけないそんなことないですよ。ニジェナイを一緒にやれば本当の怖さがわかるよ。どういうこと？でもなんかニジェナイを一緒にやりたいみたいな、やれたらいいなみたいなことを書いたんですけど、一番新年一発目のあれでちょっとかなうかな、ちょっと可能性も出てきましたよね。一緒にできる、そんなことはないかな先輩暴風風吹かせたらええね、どういうことてか本当にすごい発言をしてしまって、私は本当になんかちょっと今ちょっとあれでしたね、そういうことじゃなかったなみたいな、ちょっとすいませんと思って思いっきりバンって言っちゃったことをちょっと記事にされ、まあありがたいことね、記事にしていただいてるんですけども、まあ強風ってことを言いたかったんですけども、なぜか暴風という言葉を言ってしまいましてちょっと申し訳ないんですけども、でも本当になんかすごいなんかなんていうんですか、強い風をっていう意味で言おうとしたんですけども、なぜかあの時と一緒で、あの漢字を間違えた時あったじゃないですか、災いっていう字を言っちゃった時と一緒で勘違いしてしまっててボンって言ってしまったので、強風も怖いですか怖いですよね話題になれば OK、 もうそうですかね。まあでも暴風というよりは、まあ私は強風って言いたかったんですけども、ちょっとはい、ちょっと間違えてしまいましたという
あれなんですけども、まあ、でもはいすごいすごいすごいコメントが平常運転いつも通りで安心じゃん、いつも通りで安心かな、大丈夫かな、まあ、でもね強い風を吹かしていけたらいいなというか新しい風を巻き起こせたらいいなという意味を込めて言ったんですけども、あ、なんか来てる、なにこれ、振るやつ、すごい、ありがとうございます、あ、すごいすごいすごい、えい、すごい、ありがとうございます、言いたいことは分かりました、なら良かったです、もう意味が伝わればきっと大丈夫かなと思うので、はい。あ、打ち出の小槌っていうんですね、なんか聞いたことあります、なんかあれじゃないですか、バンバンって叩くやつ叩くやつなんか樽みたいなのを叩くやつじゃないですか、これって違う、違うかな、違うかな、叩きはしないかな、待ってやばいごめんなさい、違います、ごめんなさい、多分見間違いですね、叩きはしないですよね、間違えました、それはハンマーですね、ハンマーと間違えてました、すいません、違いますね、あ、そうそう、竹の樽叩くやつじゃないんですか、これ叩くやつはなんて言うんですか、そうそうそう、お酒のなんか叩くやつあるじゃないですか、樽みたいな、オッケーみたいな、違う、はい、違うということで、あ、振るとお金が出てくるやつなんだ、ハンマーではあるまあまあまあ、まあ、そういうことですね、勉強になりました、ありがとうございますタル、タルですね、うんうんうん、七福神のやつよ、なるほど、あやかちゃんがレベルアップしたそうですね、ちょっと勉強をしていかないと、ファンの皆さんにちょっと教えてもらって、はいあれですよね、もう覚えましたから大丈夫ですよ、賢い、ありがとうございます、年金は払いましょうね、でも知ってますよ、二十歳になったら払わなきゃいけないっていうのは知ってますから、ちゃんと、はい、大丈夫だと思います、払ってると思いますので大丈夫だと思います、まだえと言える、言えますよ、もう絶対言える、前からもう一生忘れないですから、意外とこの頭に入ったやつってなんて言うんですか、なんかもう覚えちゃうんですよねちょっとマジで意味わかんないこと言ってる、なんて言うんですかね、なんかこう読んだだけとかじゃなくてやっぱ自分の口に出した方が覚えやすいじゃないですか、だからめっちゃ言ってたから多分頭に入ってると思うんですよ、前振りが効いている、いや本当に言いますからね、皆さん本当にこれ言えたら本当に拍手してください拍手してください、これは本当にいきますよ、ねえ、うしとら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、え、違う、いぬ、いのしし、はっ、できたくない、イエーイイエーイ、パチパチパチ、ありがとうございます、ギリギリじゃないですよ、一瞬今なんだっけ、もう一匹いるかなと思ったんですけど、はい、ちゃんと言えてしまった、いや言えますから、
言えてしまったじゃなくて言えますので。もう一匹、もう一匹、あ、はいないですもんね。12匹しかいないですもん。猫忘れてますよ。いえいえ、もう騙されませんから。最初の方はちょっと信じちゃってましたけど、もっとスラスラ出てくるようにしよう。そうですね。お散歩に出かけてなかったのか。いや、もうね、戻ってきました。お家に戻ってきたので、はい、もうね、大丈夫だと思いますよ。もう散歩はもう十分にしてきたので今まで。多分もう出てくことはないかなと思いますね。はい、あとですね、ちょっとあの昨日公園でね、成人式の、あの、あ、私のファンの皆さんからお花と、そしてあの、あと成人祝いのお花をいただいたんですけども、ありがとうございます。大切にします。すごくありがとうございます。そしてじゃん、はい、あと花缶も多分生誕誕生日かなのでいただきまして、ちょっとここからつけてやりたいなと思います。あと少ししかできませんが、あと少ししかできませんが、ここからはつけてやろうかなと思います。すごい可愛い、ありがとうございます。嬉しい。そしてなんと素敵なアルバムをいただきまして、ありがとうございます。イエーイ。こう懐かしい歴代の誕生日の写真が載っております。これは最初ですね、研究生の頃15歳で16歳、見えるかな、もうすごい幼い。15歳16歳17歳で18歳で19歳で今20歳に至るということですね。すごい、すごい歴史でございます。123456回目ということでございます。あまり変わらない、変わらないですか。はい、色がどんどん白くなる。ほんとそれですね。真っ黒ですもん、もうこの辺。この辺真っ黒なんですけども、はい。変わらない、すごい変わってないってめっちゃくる。賢さは変わってきた、賢さは変わりましたよ、もちろん。大人になった、そうですね、大人になりました。幼かったですが、はい、こんな感じでございます。素敵なアルバムもありがとうございます。すごい一つ一つ読ませていただいたんですけども、素敵に作ってくださって、すごい。ちょっと小編みしていいかな、写真もじゃーんってこんな感じで作ってくださいました。すごい、ありがとうございます。イエーイ。部活やってたの、やっておりました。テニス部だったので、ずっと外だったっていうのもあって、めちゃめちゃ真っ黒でございました。はい、ありがとうございました。イエーイ。そしてですね、皆さん、あの今朝のどこ行った、また今朝の日刊スポーツと中日スポーツを見ましたか。皆様見た方はいますかね。はい、ちょっとちらっと見せるんですけども、こちらは日刊スポーツさんにこうやってちょっと載せていただいておりまして、はい、ありがたいことに載せていただいております。はい、そしてですね、あの中日スポーツさんにはこんな大きく載せていただいております。じゃーん、はい、こんな感じに可愛く載せていただいております。あの、いろいろ記事にしてくださっていて、はい、皆様ゲットしましたでしょうか。皆様ゲットしましたでしょうか。
めっちゃすごい、ありがとうございます。はいよいしょ。はい、なのでもう新聞に載ったやつは毎回あのお母さんがアルバムを作って貼ってくれてるので大切に保管しております。はい、こんなに大きく取り上げてくださったりとか、あとなんかネットニュースとかですかねにもたくさん取り上げていただいて、はい、すごく嬉しかったです。はい、皆様チェックしてくれたかな、見てる方も多いと思いますけども、モモメロも嬉しいだろう、はい、喜んでましたね。はい、昨日のギフちゃん見ましたよ。そうなんですよね、昨日8時からちょっとあの公園ってちょっと被って多分閉まってたと思うんですけども、あのまあ岐阜に岐阜県民の方多分見れると思うんですけども、岐阜ちゃんの岐阜県の地元ですではございません、名前が変わりまして、あの SK4 のおねだりギフトという番組に変わったんですけども、それの MC をあの10月頃かな、ルカさんと私2人体制でちょっとやってるんですけども、それでなんとあのまあ1回だけ MC をねるかさんと一緒にやったんですけども、いや別も先輩にこう甘えてきてばっかで、あのあんまりこう一人でやってこなかったんですけども、まあ、のこの1月からね、新年一発目から私だけでこう MC をやらさせていただくことになりまして、なんとも隣にはもう心強い野島かのちゃんがいるのでね。はい、あのすごく楽しくロケをさせていただいたんですけども、はい、ちょっとすっごい やばい発言とかもあるかもしれませんが、ちょっと温かい目で見てください。もうカノに助けられてばっかりだったと思うんですけども、はい、でもすごくね、いろんな経験もできまして、楽しい体験もできまして、はい、とても楽しかったので、来週の放送もお楽しみでございます。来週は何かな、いちご狩りとかかな、確かいちご狩りの放送かもしれないんですけど、ちょっと明確に分からないですけども、楽しみに。名言たくさんらしいね。絶対彼女じゃんそれ言ったの。そうなんでぜひ見てください。ギャオさんで多分配信されると思いますので、見れないよって方はそちらでもぜひチェックしてみてください。お肉汁いや肉汁出てくるかな、分かんないですけども、肉汁出てくるかな、いちごからどうでしょうか。それも楽しい、お楽しみにということで、はい、見れるよ、ギャオで見ます、お、お願いいたします。見れます、お、さすがに肉汁って言ったんでしょう。いやーどうでしょうね、どうでしょう、まあ、私も大人になりましたからね、あの時よりはちゃんと言えてたらいいですけど、はい、岐阜の肉汁娘って何ですかそれ、懐かしいですね。ちょっと二十歳も楽しく、はい、皆さんに楽しさを元気を届けられるよう頑張りたいと思いますので頑張りますね。振りですね、振りじゃないですよ、本当に振りじゃないですからね、見てがっかりしないでくださいよ。さて重大発表ですね、重大発表はないですね、今日もこちらもないんですけども、はい、昨日の成人式のイベント公演のテーマは、イベントの公演のテーマは強風というイベントテーマでした。はいはい、そうでございます。あ、そしてですね、22時からですね、22時から、このあと22時から、あの 1+1+1 は30内容が、田辺瑞希ちゃんと北川芳乃ちゃんと3人で出演させていただきますので、はい、ちょっとまたね、後輩たちとのしゃべりでもありますので、ちょっと頑張りたいなと思いますし、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いいたします。生放送でございます、はい、ラジオとアネメロのショールマ配信かぶっているんですが、どちらを優先に
いやそれはもう本当にね、もう自分の心に聞いてみてください。はい、あやかに負けないぐらい後輩が喋る急姿に、そうなんですよね、そうたくさん発言してくれて、はい本当に助かったというかね、本当にあやか、多分あやかがいなくても多分ああやってねわちゃわちゃしてくれたと思うんですけども、はいすごくいいイベントになりましたね。はい、先陣メンバーでまたイベントやってほしい、そうなんですね、やりたいですね、また何か、はいやりたい、 何をしようかな、それで企画とか。昨日の司会進行は良かったですよ。本当ですか？いやもう本当にあの言っていただけるだけで言っていただけるだけで神々ですけども、はい良かったです。はい、ああいう特別な声もいいよね。そうですね、本当に今年はまあ多分こういう状況もあってたと思うんですけども、はいこうやってステージイベントもこうやって作ってくださったので、はい良かったですね。お酒飲みながらトーク会、え面白そうですね。やばいやばいって言ってたよね、誰か、誰だっけな、あおみちゃんとか弱いしてたからすぐすぐ顔真っ赤になってそうですけど、まあでもね飲みすぎには注意した方がいいですもんね。めっちゃ後輩にいじられてたね、そうですね、もう何でもお構いなしで何でもお構いなしなんですけども、はい、お酒強いんですか？強いというかそんなすぐには酔わないと思いますね、多分、はいはい、そんなすぐには酔わないと思いますね。でもお酒もめちゃめちゃ飲むってわけじゃないので、はい、でもそんなあれですよ、毎日毎日飲むってわけでもないので、はい、ほろ酔いはジュース、それはダメですよ、ジュースではないですからね、ほろ酔いはジュースではございません、お酒ですからね。あそういうルカさんと乾杯したいですね、早く。あとあの岐阜のあの高山の方かな、かんかにあのなんてお酒のなんて保存する場所みたいなのがありまして、そこでまだ生まれてきてないので、まあそうですね、岐阜ちゃんで見れるかもしれないですし、その場面をねちょっと今後楽しみにしててください。わかんないですけど、多分できたらいいなってことをあのスタッフさんの方に言ったので、はい実現できたらいいなと思いますね。はい、15日の公演申し込みましたよ。15日の公演、そうですね、私出演するんですけども、なんと平均年齢がとても低いというか低いというか何ですか、 若いってか若い気が多いですね、はい、なのでちょっと頑張りたいですね。後輩も多いということで、後輩も多いので、成人おめでとう、ありがとうございます。習字うまいね、本当ですか、あれ本当にもう1年ぶりぐらいに筆を持ちました、1年ぶり以上かなにあの筆を持ったんですけど、はいちょっとあれですね一人で前筆とかってそうなんですよね、意味ですね、私の今年の、はい、感じは意味でございます。あ、そっか、去年の MC 以来、そうだね、そういうことでございますね、やってましたね、あのチュリさんに書いたやつですね、確か。
字が綺麗、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ということで、もうそろそろお時間が来てしまいましたので、はい、あり締めたいなと、終わりたいなと思います。はい、凛としていいってやつですね、懐かしい。はい、ということで皆様、10時から22時から三者内容、1+1+1は三者内容、ぜひ聞いてください。お願いします。今日の配信もありがとうございました。はい、ということでまたね、時間があったら告知してやりたいなと思いますので、ぜひその時も遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、それではバイバーイ、ありがとう、バイバーイ、いってらっしゃい、ありがとう、できます、メールします、ぜひメールお待ちしております、たくさんのメールお待ちしておりますので、たくさんのメッセージいただけたら嬉しいなと、言ってくださると嬉しいです、お願いいたします。またねー。